グルニツキー、ニコラス・グルニツキーは、東湖の政治家、第2代大統領。ポーランド系ドイツ人の父、東湖人の母との間に生まれる。南部エワ族に基盤を置く。フランス統治下の東湖で、東湖進歩党を結成し、シルバヌス・オリンピオラの反フランス的運動とは一線を、画した。1956年、東湖自治政府の初代首相に就任した。 1958年の選挙では、オリンピオが勝利し、統合独立に際しては、オリンピオが大統領に就任した。オリンピオは反対派を迫害し、グリニツキーは亡命を余儀なくされる。1963年1月13日、クーデターでオリンピオが殺害されると、グリニツキーは帰国して大統領に就任した。しかし、グリニツキー政権は、 軍の増員を要求するクーデターの立役者、エチエン・ヌエ・アデマ、アルバート・ジャファロ、ジェームズ・アシララの派閥構想に悩まされ、副大統領、アントワーヌ・メアチラ北部人と南部のエワエ族の対立も深刻化した。メアチとグルニツキーの対立は、南北の民族対立を象徴するもので、政府は機能せず、1967年1月13日、 エアデマ参謀長のクーデターにより政権は崩壊した。ありがとうございます。